さーっとやってきましたけど、ここで合ってんのかね。ナビによるとここやけど、登る道が全然ないからね。ここしか入り口ないかね。あれ道ないわ、残念。残念でございました。どっかのもんでやろう。うわ、綺麗な水流れてるぞ。ここは何ですかね。ここはあれ入るとこないね。残念。どこ上がるんやろうな。こっからも入りそうないけどね。わからんな、これは。いや、入れないね、これね。今後なんかね、雪がいっぱいや。こんなとこ古墳あんのかね。ナビで言うとここ差しとんだけどね。ああ、来て来て。登るとこわからんから、ブロブロしてたね、朝からね。話しようと大きな石がね、ゴロゴロしとるということをね、聞いたんやけど、ゴロゴロしてないがね。あれね、ありがとうございました。ほんまに大きいね。これはすごいよ、この石は。何に使われたんだろうな、この石。何かあるのかいただきました。わあ、すごい。すごい大きい。穴が開いてるし。これは、この石を、いろんなところの石碑使ったんかね。ああ、これ大きい。ほんまに大きいね。あれ、わら。石、これ、この綺麗やから、これ、天井石にちょうどいいねな。割ったらな、きれいに平らになっとるし。ほんまや。大きな石があると聞いてたけど、ほんまやね。すごいすごい。これはじゃあ、石碑を作る予定やったんかな、これで。こんな感じで。どうなんだろうな、これ。ちょっと、R になってるけど。はい、失礼します。ちゃんと混ぜていただいてるからね。あら、大きな石は。それは相当
古墳が100基ぐらいあったらしいんだけど、この山全体でね、どこあるんだろう、一気分、一気もわからんがね。やぶやな。あれ全然わからんがね。ほんまやね、大きいね、この石は。なんか戦後にこの辺うろうろしたいうことをなんか聞いてたね、坂本さん。大きな石があるで、こんなことやろね。そういうこと、あれは、古墳は見当たらへんねんけど。古墳が見当たりませんか。大きな石はあるけど。中入れんの、そこ。こび、上上がれんのかな。いや、やぶやな。いずれにしても、わあ、これが。虫がないや、これ。入られない、いずれにしても。この格好じゃ無理ですよ、この格好では。まあ、大きな石見ただけでもね、それがここに入り口分かっただけでもいいからね、入り口を探すんでね、朝からブロブロしとって、車でくるくる回ってるから。あと古墳が一気でも見てたらいいのにね。古墳、古墳、どこだ古墳は。あの辺もあらへんし、どこあんだろうな。これ古墳の感じがするんだけどな。わからんか。あら、穴が掘ってあるけど、そんな怒らんでも。なんや今の、これが上から怒ってるわ。見当たりませんか。あとこの辺になんかないかね。入り口付近にはないね。入れるような状況じゃないね。全然ダメでございます。ああ、綺麗に。上の段が綺麗に見えますが。ここだけポツンとね、山が残っとるんで。この山のことやね、新潟は千塚古墳かな。どこあんのかな。この反対側あるんだけど、そことか この辺の古墳とね、対照的に、この古墳は、渡来人が関係してないんじゃないかということをね、以前一生懸命誰か説明してくれたんやけどね、その古墳が見当たらんだけど、この辺古墳が後か、なんかあったんかな。何にも見当たらんねんけど。これは御世市なのかな。御世市か、いっぺん御世市聞きに行くか。この山ね、全体あるけど、ちょろっと見ただけではあかん。はい、ありがとうございました。今日はこの階段下って帰りましょう。はい、ありがとうございました。ここは見ることできませんでした。石は見ましたけどね。はい。また暇の時行きますと、ちょっと朝忙しい時間帯でね、時間ないもんで。また覗いてみますね。ありがとうございました。